that was the angle where like I can only Pooley! おはようおはよう、みんな起きてきたね。どうしたんでしょうね。なんかもしでは失礼いたします。まず修繕どうもマグニーでございます。こちらのチャンネルはですね、年末年始の除くほぼ毎日マイクラ動画を投稿しているチャンネルでございます。まあ他にもいろんなゲームやっておりますけれどもね。そして私が中の人マグニー、そして隣にいるのがちょっとちっちゃいなヒアさんでございます。マグニーです。ヒアモンスタートラップタート制定しろ番人でございます、どうぞよろしくお願いいたします。照明が一個潰れてしまいまして、なんかちょっとこう映る感じが変わっておりますけど、そのどうでもいいね、どうでもいいね。というわけでですね、今日は何かこちらのワールドで進んでいこうと思います。はい、よろしくお願いいたします。というわけで本日もやってまいります。ショートマグニフィックイズヒア。イケアのさ、照明を使っているんだけどさ、なんか潰れちゃって、普通につけたらなんか点滅し始めちゃって、 IKEA のカスタマーセンターに問い合わせたら電球の故障だっていうことになりまして、電球を注文いたしました。はい、ではですね、あ、そうだ、そう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 、皆さん面白いコメントがあるのよ。兄弟ネーム芋おいしいさん、なんて読むんだろうこれね。砂利はシルクタッチじゃなかったら火打ち石取れるので、砂無限機構から取ってみては。本当その通りだということでね、これはすごい、すごいことだと思いましたよ。最近私はずっと育てているこの鍛冶屋さんね、もう寝ちゃっておりますけどもね、をね、育てることができるんじゃねえのというお話、そして斧をゲットできるんじゃねえかと、ちゃんとね部屋で寝よう、なんかここで寝てた村人がいなくなったな、なんか寂しいな、どういうあれでいなくなったんだろう。はあ、おはようおはよう、みんな起きてきたね。君はよしよし、やろう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 、鍛冶屋育てていかないとね。そうだ、ヒヤさんのところしばらく行ってないからな。ヒヤさんのところのアイテム回収も今日はやっていきたいところだね。もう成長すんじゃないか。まだか、これ火打ち石持ってくりゃもうこれ斧いけるな。これ鍛冶屋兄弟、ここに鍛冶屋兄弟住んでるからね。鍛冶屋兄弟、いた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 、よし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 、これでねエリトラも回復するし、修繕もついたやつが回復するって、もう一石二鳥なんだよ、頼むよ。でも早速ちょっと もう溶岩すくってくるからさ、やべえな。ガストやばくないかこれ。相変わらず統合版すごいな。うしゅうふ、早く早く早く、怖い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 、嫌だ。設備が勝った勝利と言っても過言ではない。持ってきたぞ。あ、鉄も交換できない。やるね。おー、センキューセンキューセンキュー。ってことは武器火事、あ、痛い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 、君も鉄回復してないのかい、ないのかい。おー、ちょうどよい、ちょうどよい、ありがとうありがとう。どんどん溜まってまいりました、エメラルドも。まあまあ溜まり方がね、トラップに比べちゃしょっぺい感じではございますが、食べ物がね今ね枯渇してるというか、その食料問題があるからどうしようかなっていうところなんですよね。本当はまあ肉食べたいところなんだけど、一旦ねスケルトンスプラーに、まず骨取りに行って、その後ヒヤさんのところに物資取りに行きましょう。そうすればかなり落ち着くでしょう。おー、この骨の数はありがたい。次はヒヤさんのところ絶対いるな。どうもどうも、ご無沙汰だな、なんか鉄すげえ。すげえ、待って、糸が入ってたんだけど、なんでなんでなんで、どうして猫が、なんで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 糸入ってたんだろう。ほっ、わあ、やっぱこっちは効率悪くなったかも。もう全部持って帰る、捨てるやつ捨てる、ありがとうねヒヤさん、本当にここのトラップタワーの効率は本当悪くなったね。あんなにも鉄余ってんのに、またこんなに鉄ゲット できちゃうんだから。おつヒヤさん、マグニフィックイズ、変成器ちょっとつけて。よいしょーって、ほんまにずーっとここでもう、あんたずーっといろんなもん見てたらもう飽き飽きしてきたで、ほんまに。どうする？いや、言うでもな、言うでもな、いやいや、やってもらいたいことはやまやまやねんけどもな、なかなかできへんがな、そらこっちかって。いや、もうようわからん、強人語しゃべってよう、毎日毎日やっとるな、あんたせやけど、ほんまに。しゃあないやんか、それがもう、そういう定着があるやん、定着やん、やっぱり。いや、まあそんなことよりも、トラップタワーの効率悪いで、ちょっと一回見てきてくれる？わかった、ちょっと見てくるわ。どうしたんでしょうね、なんか、もしかしてちょっとおかしくなってるかもしれないですね。一旦止めましょうか。止める？やろう。やろう。俺に遠距離攻撃がないとないからといって、たまには大事だよ。こうやってボタンを押せば水が出るので、あー、なんかおかしなことになってるわ。一番下が出た、流されない。どこに立ってんの。ここだな、ここをの水を出してあげれ
ば、ここで全部水が出たことを確認できればそれで OK なんですが、出ましたね。うん、骨も取れたんで今日はね、ご飯を調達しようぜ。シャベル、そうだな、シルクタッチじゃない、ダイヤのシャベルか。今ダイヤがないか、あ、私思い出してしまいました。ダイヤが実はあるんです。今日シャベル作れんぞ。今日で武器鍛冶の育成を終わらせよう。もうずっとやってきたじゃん、こっちに来て武器鍛冶の育成を。今日でそれを終わらせるぞ。じゃがいもゴリゴリ増やすの負け。パン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 、これ全部パンパンに詰めれんじゃないか。パン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 、全部入れた。よし、乗る乗る。はい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 、右クリック。じゃがいも増やしまくりの技、とくとご覧あれ。マグラジオのお時間でございます。で、皆さんたくさんいつもありがとうございます。ほな、たま、ハム、ほうれん草、うまそう。そしてほな、オムライス。さあ、トムさんの誰が隠れてるんでしょうか。 F&T さん、ほな、オムライス。もう一つ、ほな、オムライス。さやかさん、ねえ、マグクラマスコットキャラクター。ゴー的にはゴーちゃんとマグロのヒヤさんでございますね。そしてトムさん、寒くなってまいりましたということで、ヒヤさんでね、マフラー巻いてくれてます。そしてさやかさん、ほな、いくら丼。ほんといつもうまそうなんだよほな、オムライス弁当、すげえ。さあ、トムさんのかっこいいヒヤさんです。寒くなってきたねシリーズ。 SYG&STK さん、マグニ全シリーズ見てます。本当ありがとうございます。ほなオムライスダブル。はい、皆さん、ダダン、ご覧ください。いいですね、増えましたね。はい、簡単に増やせたぜ、ありがとうよ。で、ここで、ちゃんとこいつ回収しとくんですね。瞬時に焼いてしまいますから、うちのかまどは完全に均等に振り分けることに成功した。伝説のかまどにですね、燃やしてもらってる間に近辺のアイテムの整理しておきましょう。よーし、ご無沙汰ベイクドポテト。あはは、落ち着くぜ。燃料がぐるぐる回ってんだったら、ついでに多分こっちにもクソほど溜まってるであろう。ほら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 、うめえぜじゃがいもさあ、続きまして、そうだな、もう回復してんじゃないかということで、また鉄を持ち出しまして、鍛冶屋たちに挑戦してみましょう。もしかしたら火打ち石作るまでもないかもしれないよ。いった。うん、なるほど、幸運付きの斧、聖なる力がついてるのは、まあなかなかにありがたいことではあるよ。なんでかっていうと、これでね、ゾンビを倒す、ゾンビたちをね、アンデッド系を倒すいいあれになる可能性もありますからね。となるとですよ、アンデッド系と、そうだな、こっちもまあ両方これもらってもいいかもしれないですよね。で、合体させたらすごいいいの作れるんじゃねえのってことでさめっちゃ優秀だわ、この3兄弟。下に1人いるから、まあ4兄弟なのか。あれ、もう1人、あ、いたいたいた、君ね、ここに詰まってる限りは仕事できないんじゃないの。ちょっとごめん、はい、ちゃんとそこで動いて。チェストの上で止まるバグやめなさい。あー、チェストの上のやつ気持ちいいわ。めっちゃ気持ちいい。俺に2つ2つ、よし、やるな。 Thank you。 有り余る経験値ここで使いまくることにしましょう。まずはこいつらを合わせるんだけど、ここコスト10、まあなかなかいいんじゃないか。で、この2つ合わせる。お、いいじゃんいいじゃん、よし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 。皆さん、かなりいいよ。まだ経験値43万余ってるよ。皆さん、ダイヤがどこにあるのか覚えてるかい。こっちです。あ、ここ、これで降りるか。こんちゃご無沙汰だね。ほら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 、あるんだね。これもご褒美だよね、みんなね。いやー、ダイヤのシャベル1個作る。で、ダイヤモンドは片付けておいて、さあ、いざ参らん。あ、耐久さんだ。高温でいいのか。あ、高温でいいんじゃん、みんな。高温だわ、シャベルは高温がいいのかもしれないわ。やったねやったね、効率4もついたし、あとだから修繕と効率4つければ完璧になるんじゃないかということだね。では失礼いたします。まず、修繕をつけさせていただき、そして効率5をつけさせていただく。よし、できた
ダイヤモンドシャベルめちゃくちゃいいのできました。あとね、修繕が1個余っているので、どうしましょうかね。ここに今日取った斧にせっかく取ったんでね、付けさせてみて、これで火打ち石がどれぐらい稼げるのか、それをねしっかりと確認して今日は終わりたいと思う。今回火打ち石の恩恵初めて受けるかもしれない。火打ち石での攻撃を行い今日は終わりたいと思います。いくぞ。あーすごい、メラルトになる。ありがとう。本日誕生日の兄弟たちよ、活目せよ、お誕生日おめでとうございます。殴りですし、ハッピーバースデー。また次の動画でお会いいたしましょう。ほな。My name is here.